あんまりこういうことは言いたくないけど、歴史書を見るたびに一番面白いシーンは戦争のシーンだと思う。アンチ戦争な平和な心を持つゆっくり霊夢です。相手の裏を書いて軍略を練ったりだの、個人の武勇で劣勢を跳ねのけるみたいな展開も面白いですからね。歴史書から戦争がなくなったら朝廷のドロドロシーンだらけになるだろうなと思った。あんまり戦争は好きじゃない悟りです。今回は三国志小話としてまだまだいる、劉備が逃してきた名将たちを紹介していこうと思うわ。劉備のせいで外国に亡命せざるを得なかった人物と、やむを得ない理由で職から後に寝返った人物の2名をね。むむむ。こいつは悪の強そうな両名ですぜ。じゃあ最初は毛達を紹介するわ。毛達のお父さんはかつて宦官に賄賂を送り続けて領収志士にまで上り詰めた人物であり、その子である毛達は飢饉が起きると同郷の法政らと共に益州に避難した男よ。そして彼はその才能、外見、弁舌のこの3つが常人のそれではなかったみたい。そんな才能があった毛達は当時益州の君主であった優勝に仕えた。しかし毛達は益州の君主である優勝は暗部であると見ると、法政らと共に優勝を見限って劉備に益州を脱出させようとしたの。この作戦はいろいろなハプニングもありながらも結果的にはうまくいき、毛達は劉備に義と大守に任命されたの。主君が暗部だから劉備にこれを取らせる。普通の人ならば非難されるべき行為ですよ、法政にしろ毛達にしろ。しかしこの一件があまり非難されてないのは、この両名にそれなりの才能があったからでしょうね。こうして劉備に仕えた毛達は劉備軍において活躍するわ。漢中戦線においては同郷の法政が漢中奪取という大功績を打ち立てると、毛達も義僚である亡羊を落城させるという武功を残し、劉備の養子である劉邦と共に襄陽を攻めてこれを降伏させるという功績も残しているの。なかなかに大きい功績ね。大きいお城を2つも落としています。もちろん功交渉が行われれば大出世間違いなしですぜ。しかしある事件が起きる。毛達、劉邦らが襄陽を攻め落とした同年の219年、この時慶州にいた関羽も軍を率いて北上して義僚の繁盛を攻めていたの。関羽は繁盛を包囲すると襄陽付近に留まっていた劉邦、毛達らに援軍要請の使者を送ってきたものの、彼らは襄陽を落としたばかりでこの辺りの治安が安定していないので兵を割くことはできないとしてこれを拒否したの。まあ彼らにとってみれば普通の言い分だったものの、これがまずかった。結果論的に関羽は義軍と呉軍からの強撃を受けて戦死し、蜀軍は慶州を失うことになったのよ。これを受けて劉備は劉邦と毛達らを恨むようになったの。もし彼らが関羽に援軍を送っていれば、関羽の戦死は愚か、慶州を失うこともなかったはずだしね。まあこれは言ってしまえば完全に結果論ですけどね。もし劉邦、毛達らが出兵した後で治安が不安定な襄陽付近で反乱が起きて襄陽を失ってしまえば、その責任は毛達らのせいになる。そのリスクを背負ってまで関羽に援軍を出す必要性が当時あったのか、というと何とも言えないですからね。まあこうして毛達は主君である劉備から恨まれてまずいことになったし、さらにまずいことがあった。それが毛達は自分の直属の上司である劉邦と仲が良くなかったことよ。劉邦は毛達の軍楽隊を一方的に奪ってきたことすらあったのよ。劉備と劉邦は血こそ繋がっていないものの親子。劉邦が関羽に援軍を送らなかった原因を毛達一人のせいにしてしまえば、自分は劉備から致命的な処罰を受けてしまう可能性もある。かばってくれるはずの上司も劉邦では頼りにはならない。故に、毛達は220年に義に亡命したの。そして当時義の初代皇帝に即位したてほやほやの宗妃は職の名のある将軍の一人である毛達が降伏してきたことを喜び、彼を重用したの。毛達は所詮とざまの将軍であり、義の芝居や有用らは毛達のことを信用してなかったものの、皇帝の宗妃や義の重臣である寛解、夏侯尚らは毛達と仲良くしたみたい。その後毛達は劉邦が守っていた亡羊、襄陽、西城の3つを攻めてこれを奪い取るという武功を挙げたのよ。元はといえば襄陽は毛達が義から奪い取ったというのに、毛達は今度は義の立場になって蜀からこれを奪い取ったわけですか。
とんでもない男ですぜ。その後、毛達はもう一度職に寝返ろうとして再度謀反を起こすものの、これに失敗して戦死するのはまた別の話。こんなに裏切っているのに名将と呼ばれる毛達もまた、時代が違えば傑物と呼ばれる男だったのかもしれません。じゃあ最後に反春を紹介してこの動画を締めたいと思うわ。反春は高名な儒学者である宗中門下生の一人よ。彼はとっても優秀だと評判だったもんで、その名声はもう慶州中に轟いたみたい。なもんで反春は20代の時に当時慶州の君主だった有料に登用されて、彼は甲賀軍の十字に任命されたのよ。当時の甲賀は役人の汚職問題で、大いに乱れていたものの、反春は汚職役人を法に照らして次々と逮捕したもんで、この厳しい法の使い方を見た慶州の民衆は反春を恐れ、反春の命令に従うようになったの。まあこうして反春は一角の人物として評判になった。むむむ。厳しく法を適用する人物ってわけですか。罪人にとっては怖い存在ですが、善人にとってみればありがたい存在です。その後、劉備が慶州を治めるようになると、反春も流れで劉備に仕えたの。そして後に劉備が越州攻めをするために慶州を離れると、反春は慶州に残されて慶州の事務をすることになったものの、慶州を治めている関羽との仲はそんな良くなかったみたいね。まあ基本的に関羽さんは格下には優しいですけど、そこそこの地位にいる人間には厳しい男ですからね。そりゃあ反春と関羽の仲が悪いのも当然です。219年、関羽が呉との戦いに負けて慶州を呉に奪われると、慶州にいた多くの役人たちは呉に帰順したものの、反春だけは病気だと言って自宅にこもった。なもんで孫権は彼の家に人を送って、反春のことをベッドにくくりつけて彼を自分の元に無理やりやってこさせた。孫権の元にやってきた反春はそこでも涙を流し続けたもんで、これを見た孫権は反春に、古の名将でも敵の捕虜になった例はいくつもあるが、彼らは全員名君に仕えた。あなたがこの古の名将を真似ないのは私が名君ではないからだろうか。と言い、側近に反春の顔を吹かせたの。反春はこの孫権の英雄の覇気に見せられたのか、すぐさま孫権に向かって拝礼をして呉の臣下になることを志願し、孫権はすぐさま反春を忌中に任命し、彼に慶州の軍事全般を委任したのよ。孫権にしてみれば反春はありがたい存在だったわ。慶州のことに通じている臣下が呉にはいないからね。慶州のことを任せられる人材は今のところ反春以外に存在しないの。まあ普通であれば降伏したばかりの臣下にこういう大任は任せないんですけど、これが孫権の決断力ってやつです。その後、反春は異様の戦いで劉備軍に降伏したい民族を討伐したり、多くの時間をずっと慶州に赴任し続けて莫大な功績を呉に残し続けたわ。これは私の推測なんですけど、おそらく反春が簡単に孫権に降伏したのって慶州の平和を願ってのことだと思うんですよね。慶州さえ平和であれば自分の主君が劉備だろうが孫権だろうが構わないってスタンスだったんだろうなと感じましたぜ。さていかがでしたでしょうか、今回のお話は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。願えるのにも多くの理由が存在するんだなと感じました。それじゃあ今回はここら辺で、またねー。